キングオブコントさ、まあ、あれ終わった後さ連絡来てた、いっぱい。全然全然来てないの。 あれ何だろうな、何なんだろうな。あれただ俺結構楽しみだったから、ね、決勝行ったらさ M1 とか出たらめっちゃ連絡来るとか、まあ、優勝してないからあれだけど、まあ、でもそれでも結構来るかなと思ってたけど、もう楽屋行ってやっぱちょっと気になるからパッて見たら、うん、結構20ぐらい来てんすよ、うん、あっと思ったけども、ほんと18くらいうちの家族で、うん、全然その家族からも来てないから、家族18、いや家族は痛いから青山ちゃん、家族がもうそ実況してる、いやいや家族と親族、青山ちゃんちょっと変だから、実況してるから家族18は多いって、うん、1回もないよ実況するから2本ネタやんないと優勝しないと、優勝しないとまだ結果負けだっていうことになってるから、やっぱ連絡もしてきづらいのかな、うん、そうそう、おめでとうって言いづらいじゃん、なんだからなんかね、その多分ウルブギさんとかってさ、うん、超、うん、ダークホース、うん、まあ、俺らもそうだけど、うん、もっとじゃん、テレビもあんま出てない、そうネタ番組もあんまりネタやってないもんね、で2位っていう、もう、うん、あれみんなから言いやすいじゃん、うん、ネタも面白かったし面白、うん、最高でした、うん、俺らってさすっげえ気使われてたの知ってる、芸人からなんて次の人が、うん、お疲れしたみたいな、あ、はあ、その感じわかるわかるわかる、うん、多分本当だったら最高でしたよみたいな、ネタ面白かったですって本当は言いたいの、誰もうん、言わないだろ、全くいじられてないの、みんなから気使われてる、俺らっていや若干いい方に言われてる感じだな、うん、そうだからそれ気使われてる、ま、本当だ、うん、てか誰もなんかその話題振ってこねえなと思ってた、 あれはネタがそこそこだし、うん、いじるとこもないし、でまあ確かに、うん、ちょっとで終わったしっていう、最悪、どこも言うとこないんだよ俺らって、そうだな、出るもんじゃないわ決勝そんなことないけどね